まあ、海外関係もいいものをいいと認めてくれる、物価の関係も日本と同じというところで欧米に力を入れています。コンテンツマーケティングしてるだけでお客さんにうちから売り込むことは一切してないんです。月に 5,60 件は問い合わせが、ね、海外からも2割ぐらいですか。このような企業はドイツとかのお客さんに聞いても一社もないということで、この難しい材料をうまく加工できねえんだけど何とかしてほしいみたいな感じで、金型の技術者もいらっしゃるんで、継続的に仕事いただけると思います。